こんにちは、まゆみです。私は今羽田空港に来ています。今から飛行機に乗って秋田県の大館能代空港というところまで行き、そこから次の日に森吉山という山に登っていきたいと思います。すごくね、紅葉が綺麗な山だそうなので、とても楽しみです。それでは行ってきます。Met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. よろしくお願いします。今回お世話になる北秋田市の皆様です。よろしくお願いします。秋田県の大館能代空港に到着しました。なまはげが迎えてくれています。で、今から森吉山のふもとの宿に向かいたいと思います。 Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up driftingEach other didn't wanna let you go. Oh, oh, cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy. So tell me how to let go, cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take us to the Kakashi contest.毎年やられてる鬼のかかしです。空港から1時間かけて北秋田市兄の宇都地区というところにやってきました。今日はこのマタギの湯というところに泊まりたいと思います。今日のお部屋はこちらです。阿仁町はマタギのふるさとと言われているんですけど、全国でマタギがいた地域がありますね。マタギ小屋だそうです。すごい、ちゃんと薪があって火が焚けるようになってますね。はい、では今から晩ご飯を食べに行ってきます。いただきます。おいしい。わかんないですよ。わかんないね。何も言われなきゃわかんない。すごい美味しい。
おはようございます。2日目の朝です。今日はねとってもいい天気です。そして今から登山口に向けて出発しようと思います。今私がいるのがここのウッド温泉またぎの湯です。でここからちょっと車で移動してこの分岐をこの中に入っていきます。でこの兄スキー場まで行きます。ここまででだいたい45分ぐらいかと思います。でそこからゴンドラに乗ってでここから登山スタートという感じで山頂に向かって歩きます。なのでまずはこの兄スキー場まで移動します。そこまでゴンドラで、はい、ただ山がちょっと到着しました。兄スキー場にやってきました。で、森吉座に登るにはここからゴンドラに乗って山頂駅まで向かいます。で、ここの標高が今532メートルなんですけどゴンドラで1170メートルぐらいまで行くので一気にね標高を上げる形になります。で、森吉山はいくつかのコースがあるんですけどここのゴンドラを使っていくコースが一番初心者にはいいコースになります。森吉山の標高は1454メートル。ゴンドラの山頂駅からは山頂まで約1時間ぐらいで着くそうです。なので往復2時間ぐらいの参考なので本当にお散歩みたいな感じで歩けるかなと思います。この森吉山は夏は花の百名山。冬は日本の三大樹氷の一つとなっているんですが、秋もね、紅葉がとても美しいそうなんです。今日はちょっと色づきがまだ早いそうなんですが、お届けできたらなと思います。それでは、行ってきまーす。往復券ゲットです。現在地が今ここです。で、ゴンドラに20分乗車して標高1167メートルのとこまで行きます。で、そこから歩いて行ってこの分岐を右に向かって山頂に行く形になります。山頂駅に到着しました。もうゴンドラからすごく紅葉が綺麗でした。で、今から山頂に向かって歩いていきます。そして、ガイドの佐藤さん、よろしくお願いします。ということで、行ってきまーす。ちょっとガスっているんですがそれがなんだか神秘的で美しいです。気温が9度ぐらいなので少し寒いかなっていう感じですね。なのでインサレーションを羽織りました。なんかこの辺はちょっと樹木が変わってきましたね。青森トドマツですね。樹氷がなりやすい、つきやすい木ですね。今尾根っぽいところに上がってきました。
で本来ならこちら側に森吉山が見えるそうなんですが、今日はちょっと見えません。下山するまでに見れたらいいなと思います。今日は晴れだったんですけどね。はい、分岐にやってきました。で、右に行くと森吉山、左に行くと神社の方に行くんですけど、ちょっとこっち側に小高い石森という丘があるので、そこに今から向かいます。石森に着きました。で、ここはこっち側、目の前に森吉山の眺めが美しいスポットらしいんですが、今日は残念ながら真っ白なので先に進みましょう。湿原に出ました。ここを見ていただくと青森トドマツだらけですので、はい、冬になるとみんなこれが樹氷になります。すごいですね、はい、冬来てみたいな、冬もなかなかいいですけども、こちらに来るにはスペシャリストじゃないと厳しいです。ゴンドラの近くだったら樹氷案内人という方が4月から3月の初めまでいますので、その方に教わりながら、樹氷平だけを見て、樹氷を楽しむということもできます。ああ、そうなんですね、かわいい音。トイレがあります。トイレットペーパーがついている綺麗なトイレです。あと1キロです。森吉山の山頂が見えてきました。今からここをガンと登る感じになります。トドマツが増えてきましたね。綺麗ですね。1号マイナーに到着しました。山頂まではあと少しです。すごい草もみじがとても綺麗です。なんか土の感じが変わってきましたね。急に青空がいいじゃないですか。おー、あっちから来てるけど。はい、山頂手前でやっと青空が綺麗に見えてきました。すごい、いやー嬉しい。何も見えません。はい、森吉山山頂に到着しました。はい、標高1454メートル、森吉山の山頂に到着しました。ちょっとガスは出ていますが、本来なら360度の展望が広がるそうです。はい、あ、でもすごいわ、綺麗。光が当たってすごい綺麗。綺麗ですね。山頂に着いたのですが、ちょっと山頂は風が強かったのとガスで覆われていたので、山頂から少し下ったところにやってきました。ここからは山人平という湿原地帯がよく見渡せて、かなりいいところです。はい、今日のおやつは北秋市名物バター餅です。マタギの里で買ってきました。これね、好きなんですよ私。じゃーん、こんな感じです。いただきます。このバターもすっごい美味しいでしょ。本当ですか。ふわふわ、
8月に歩いた裏岩手縦走路がここから眺められます。That I can't seem to find. When I go to reach it, just leaves my mind. Waking with a note. How could a poem hold休憩してたら晴れてきました。そして360度眺められます。風が強いんですけど、すごく眺めがいいです。青空っていいですねちょっと名残惜しいんですけど、ゴンドラの最終の時間があるので、はい、今からちょっと下山します。綺麗。A dark and quiet road appears out of the smoke. 雲木までやってきました。行き来た時真っ白で何も見えなかったんですけど、こんな美しい世界が広がっているとは思ってもいませんでした。よかったですね帰りたくないG 下山してきました。無事下山しました。初めは曇りでどうなるかと思ったんですが、なんとか晴れてとてもいい森吉山を見ることができました。で、歩いてみてすごく歩きやすかったです。ちゃんと整備されていますし、道迷いもないですし、急なね登りとかもなかったので、すごくねハイキングみたいな感じで歩けたかなと思います。で、ところどころね景色のいい眺めのスポットがあったりと、本当歩いてて気持ちいい場所だなと思いました。で、この山は夏もすごくね高山植物が美しいそうなので、秋田駒ヶ岳とセットで訪れたりとか計画してみたいなと思います。そして本日ガイドをしてくださった佐藤さん、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。機会があればいらしてください。はい、森吉山行くときにちょっと不安だなっていう方は、はい、佐藤さんにお願いしたらいいですね。お願いできれば大変助かります。はい。ということで、今から私たちは、秘湯の湯、そうですね、蘇我温泉、はい。この森吉山の北側にある蘇我温泉という秘湯の湯に行ってきます。はい、それではよろしくお願いします。はい。Thank you.
に到着しました。日本を人を守る会だそうです。おはようございます。3日目の朝です。温泉が本当に気持ちよくて温まりました、今日はですね、太平湖というここから車でちょっと行ったところにある湖に行って、そこで遊覧船に乗ってその先の滝を見に行こうと思います。今日もいい天気です。ここでチケットを買います。遊覧船は1時間に1本遊覧船乗りまして、小俣橋桟橋まで行きます。で、小俣橋桟橋からいろんな途中滝がありまして、最後は三階滝まで今日は行きたいと思います。遊覧船に乗るまで下っていきます。この船に乗っていきます。次30分発所沢経由また今日駅の遊覧船でございますけれど、船に揺られて25分、小俣橋までやってきました。で、今から秋田県最後の秘境と言われている三階の滝を目指して45分歩きたいと思います。秋田県最後の秘境三階の滝にやってきました。すごい迫力です。いつもこれぐらいの水量があるそうです。
soft light and the lilac snow. Then the quiet of the winter night was filled with warm and pure light. 駐車場まで戻ってきました。滝巡り、想像していた以上に楽しかったです。本当ね、いろいろな滝を見ることができて、紅葉も始まっていたので、とても美しかったです。そして遊覧船も、すごく風が心地よくて、とても気持ちが良かったです。かなりここはおすすめの場所なんじゃないかなと思います。で、2泊3日の旅、いかがでしたでしょうか？今回は森吉山に登って、麓の温泉やジビエ料理、そして観光を楽しむ旅となりました。森吉山はあまり体力がないよっていう方とか、初心者の方でもとても登りやすい山だと思うので、ぜひ晴れた日に登っていただきたいなと思います。そしてね、ほんと温泉やジビエもすごく美味しかったので、ぜひね、それも組み合わせて、あと太平湖の滝も組み合わせて楽しんでいただけたらなと思います。ということで今回は森吉山登山の様子と麓の旅をお届けしました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。